皆さんこんにちは。今回の動画はフレーズの練習シリーズのプチ短編ものみたいで、3つの動画に分けてご紹介させていただきます。シャリの歌の、リードのパート、マスカーさんがライブとかで弾いてる方の、フレーズを紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、ちょっとですね、だいぶずいぶん前ですけれども、動画のもうすごく初期、僕が YouTube に動画を上げ始めた初期の頃にですね、チャリの歌でギターを練習しようっていう藤原さんのコードのパートを紹介させていただいてるんですけれども、そちらと合わせてよかったらぜひとも練習していただければなと思います。ちょっとテンションの低い僕が喋ってて、今僕が見るとすごく恥ずかしいんですけれども、よかったらぜひともお願いいたします。で、今回の動画はですね、一つ目の動画はイントロの部分を紹介させていただきます。こんな感じのフレーズです。こんな感じのフレーズを紹介させていただきます。まあ車輪の歌といえばみたいなところではあるんですけれども、こちらです。半音下げのチューニングをお忘れなくよろしくお願いいたします。はい、では早速いきましょう。まずはですね、ここから入ります。4弦の12フレットから入ります。そしてスライドでここの14フレット、同じ弦の4弦の14フレットにスライドで入っていきます。ダダーって感じですね。そしたらですね、3弦2弦の12フレットいきます。こんな感じです。そしたらですね、タンタンっていきます。3弦の142弦の12、あ、じゃあ3弦の143弦の12ですね。同じ弦の1412いきます。こんな感じで、そしたらまた14に戻ります。3弦の14に戻ります。そしたら2弦の152弦の15に行きます。で、また3弦の3弦の14で、ひとまず落ち着く感じです。ここで落ち着きます。で、次の塊がですね、こんな感じでございます。まず入りは一緒、ここまでは一緒です。そしたらですね、2弦の12行くんじゃなくて2弦の15に行きます。ここで、そしたらですね、3弦の14に行きまして、3弦の12で、ちょっと下っていく感じですね。で、11で、また12で、最後は14、あ、じゃあ4弦の12ですね。失礼しました。タンタンタンって感じです。14、12、11、12です。4弦の12って感じです。こんな感じです。で、最後がですね、ちょっと続くんですけれども、ゆっくりいきます。おっ、こんな感じでございます。途中までは、一番最初の塊と一緒ですね。ここまでは一緒で、ここからですね、1弦に行きます。1弦の12、12、14、15といきます。で、15いったら2弦の15、2弦の15いきます。で、次が13、13に行って、また15に行きます。で、次が12。2弦の12ですね。12。で、次、タタタンって、ちょっとタタタンで行くんですけれども、12で終わって、で、12、15、15、2弦と1弦の15ですね。ここまでいったら、タータータン、
って感じです。2弦の12、1弦、すいません、2弦の12、2弦の15、1弦の15、こんな感じです。こんな感じでございます。最後は15で終わります。最初の塊ゆっくりやります。こんな感じで次の塊ゆっくりやります。おでラストはこんな感じでございます。この辺で結構ね、チャカチャカーってやるんですけれども、ちょっとね、指が狭くてあれかなってところもあると思うんですけれども、ゆっくりなペースでやっていただければ必ずできると思いますので、ぜひとも参考にしてやってくださいませ。まず、シャリの歌を、練習しよう。一つ目の動画はですね、イントロの部分を紹介させていただきました。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございました。またよろしければチャンネル登録やグッドボタンの方、ぜひともよろしくお願いいたします。次の動画もぜひお楽しみにして待っててください。それでは皆さん、バイバイ、またねー。